所で一打リードしてるから喜んでんの。そうそう、一打だからね。一打大事だから。そのうち私たちがイエーって言ってるから、ね、そのうちまたイエーって言ってるから。最後までわかんないよ。ま、頑張ろうね。頑張ろうね。頑張ろう。ここは稲妻線なんで。稲妻線。ゆうちゃん頑張ろうで。頑張ろう。違うから。って感じです、はい。頑張ります。頑張ります。まっすぐってダメじゃない。お願いします。お願いします。可愛い顔して。はい、どうぞ。やだよ、振らないでよ、もう。何でもかんでも振ればいいと思って。何味だろう。これは金だよ、私。本当だ。ホワイト。え、あとね、ホワイトなの？うん。茶色がいい。え？やったー。赤美味しい。赤。あ、すみません、ありがとうございます。赤ミルクだよね。うん、あ、ひよこのこれじゃないの？そうだ。え、いつの間にひよこに。わかんない。もうひよこでいいよ。ひよこ。これがほのちゃんボール。はい。これ奥どう？奥は全然ないです。あやみボールでいきます？こちらで。はい。ツアーの応援してくれる声援って面白いのあるんですか？え、面白い、結構なんか入っちゃう、だからちょっと言うのか分かんないですけど、全然入りもしないとこに乗ってるのに入れって言ってる。それちょっと無理があるでしょみたいな。まあ気持ち込めてる。そう、それだけおじさんたちも必死なんですよね。ちゃんとドライバー打った瞬間に飛ばーって言ったりとか。本当にパーセルとかも打った瞬間入れーって。それが楽しいんですよね、そういう応援するのが。競馬みたいな感じだよね。競馬でもなんか競馬そんな感じなんですか？最終コーナー回ったらもううわー、あ、確かにブワーってなってますね。うもう何言ってるのか分かんないもん。とりあえず気合を送ってるんじゃないですか。うん、まあ、ちょっともうちょっと、もうちょっとね、うん、いいとこです。あれなんで思い切るってないんじゃない？なんかもっと、わかんないけど、わかんない。でもね、そう、あんま取らない。取らないの。だからさ、洋芝行ってもさ、
あんま洋芝のさ良さが分かんないんでね、うん、取らないからベランってやりたいんだよ、うん、やろうとするとめっちゃダフるからできない。めっちゃ綺麗にポンってくるなと思ってた。結構ガクンっていっちゃう。アイアンは特にね、いいよね、うん、どうする？いい感じだね。でもなんか奥の方がいいのかな。どう？あっちから、だってこっちからさ行ったらあっち下りじゃない？そんな？でも距離的には一緒だから。何？こっち吹く？スライス。あっちもスライス。うん。安全に行くよ。じゃあこっち行く。うん。2ポットぐらい、2ポットぐらい。どんなレポット？すぐ近くの汚いの。あ、これ？うん。あ、これかもしれん。これ見てた。あ、より左でしょ？左だね。それの外ぐらいでいいんじゃない？かな。気がしますね。途中だけだ。ナイスでーす。ちなみにパターなんのやつ？え、手がないと思う。最近で？最近だと思うよ。夢で出てきたやつ。夢は出てこなかったです。夢には出てこなかった。でも決めたの多分5分ぐらいで決めた。え？ 2、3回打ってこれって、ね、じゃあ相当いいんだもん。でもあんま入ってないね。強いの転がりが多分良くなったのかな、うん、違うかもしれないけど、すごい強い。自分の加減か。それ自分の加減だ。じゃあちょっと弱くするね。うん。なんかロング全部短いね。うん、ロングが短い。うん、よいしょしょ。よいしょ。なんてとこ？大相模っていう、神奈川なんだけど、うんうん、知ったことない。もうこう山なの。うんうん、高架みたいな。すごいね。平らで打ちたい。めっちゃ。うん、だから、うん、なんか他のところに行くとなんか平らで打てるから嬉しい。うん嬉しい嬉しい ね、すごい山だからね、イノシシとか出てくる。イノシシ出てくる。鹿出るよ。全然いるよね。いる。嘘でしょ、田舎だもん。山だもん。北海道じゃないの鹿って。え、奈良じゃないの？え、北海、うん、奈良だね。奈良だよね。北海道のイメージないね。どっから生まれるんだろうね。山があるから。結構鹿はどこにでもいませんでも。本当に？いる。え？そう？いるよ。いや、ある。
左でしょ。ロングだっけ、うん、え、ね、うん、あったあった。びっくりした、教えたわ。え、刻んだ方がいいかな。え、刻むとかそういう感じ。あれ、グラスなんかですかね。あー、あ、あの真ん中のあれがってこと。え、じゃなくて、傾斜がやばくない。前、めっちゃ前下がる。どうだろう、こういう。じゃあなんかね、グラスバンカー入っても全然平気、はい、平気ですか。打てた、うん。左、右、池だから。とりあえず、フェアウェイ刻み。はい。よくね。めっちゃいい。見えなかったけど。でもね、いい。フェアウェイかな。ありますね。あやみさん、あやみボールで、あやみボールで行きます。210度で、右が意外と行きやすいから行きやすい、うん、あんまり狙いすぎない方がいい。手前に置いた方がいいですね。うん、そう、うん、ワンショー。グラスバンカーのとこ、角度あるじゃないですか、うん、その角度を軸かな、うん、軸をぶらさないように打ってます。でもさ、左下がいいじゃん。はい、は、まっすぐで打って打ってる。はい、あ、そうなんだ。ここはまっすぐ出ると思って、うん、なんかあんまりどっちかに曲がりやすいとかはあんまり感じないんですけど。あ、そうなんだ。それこそつま先上がりとか、うん、つま先下がりとかの方が曲がる気がします。よし、うん、さ、左足下がりだとそう、右スライスが出そうな感じするから。あ、そういうイメージですか。うん、なんか左向いてみたり、あとたまに今のは捕まえちゃったけど、行きそうだから、なんかどっちか気にすると曲がり始めちゃいますよね。何ヤードあります。40。本当に微妙な距離。はい、アヤミボールを蹴りました。そんなに切れない。ナイス、ナイス。まだ余裕。まだお腹のペースは余裕です。お腹の余裕、いっぱい食べてください。食べましょう。なんでそんな食べるの、ハサンが。なんで、なんで。おいしい。うん、あなただよ。おいしい。イカシ、イカシ、イカシってやっぱ太んない、太んない、太んないって言いますよね。でもイカシってみんなイカシだっけ。
思い込めば思い込めばなる出せないねそういうもん、ね、私もだって診断されてるわけじゃないけどそうだ、ね、思い込んでるあの小学校の時保健室の先生に言われたの胃下垂じゃないってそっから思い込むようにしたショートショートショートで頑張ろう154打ち下ろし1ヤード1下ろしうんマイナス取れたおー、ナイスナイスナイスショーなんかさ気になったんだけど、ちょっともう一回飲んでみて。哺乳瓶みたいな。びっくりした今やっぱ。どうやって飲むの？普通に飲んでよ。今普通に飲んでたんだけど、横見たらすごかったのびっくりした。いないよね。うん、え？すごい平行だった。なにこっちをさ顔を上げてくんじゃなくてこっちをも上げてくる。あそういうタイプに分かれるの？うん多分。あなたのタイプ初めて見た。ありがとうございます。あ、あれも舐めてる。どうもなの。もうちょっとカールほどほどの。なんかまっすぐ上がってったよね。なんかねじれてなかったですよね。うん、左向いてる感じ。そういう感じに見えた。ね、だからいいんじゃない。ちょっと向きが合ってない。うん。たやちゃんボールでいきます。ミドルパットです。ミドルパット。ミドルパットが得意です。ロングパット。今日結構6、7キロ以上あって。いやでも試合中もああいうのに助けられてます。すげえ。ああいうの入ると違うよね。うん、気持ちいい。わかるですよ。夢に出てきたパターはやばいよ。サモリア入る。ナイスバディです。ナイスバディです。ありがとうございます。ナイスバディです。あやみさん、まさかのでした。パターいいですね。パターいいです。いいですね。やっぱ夢は違いますかね。夢は違いますね。